きっとね、いつかマスクを取れる日が来ます、コロナに対してみんながね、ワクチンとかいろんな方法で、打ち勝っていく日が来た時に、ああ辛い、そんな日々だっただけで終わるのは残念じゃないですか。だからこの経験から得たものをその後に残すことができたら、それは あの経験辛かったけど、でもこんな良かったことも得られたよねって残るでしょ。それが今日お話しした分野で言えば、情報の受け止め方が上手になったねっていうことなんです。コロナのいろんな情報が今飛び交ってますよね。それをそのまま信じて振り回されないで、今日お話ししたことを身につければ、これは別にコロナのデマに対する対策だけじゃなくて、このあと一生、ね、君がおじいちゃんおばあちゃんになってこの世からおさらばするまでずっと使えますから、これはどんな情報が入ってきた時にも今日の4つのおまじないをつぶやいてください、ね、覚えてますか。もう一回言いますよ。即断するな、鵜呑みするな、ね、偏るな、中だけ見るな。即断、鵜呑み、偏り、中だけ、頭文字取ったらそうかな。何か新しい情報が入ってきたらそうかなって一度つぶやくこと、これだったら忘れないでしょ。コロナが終わっても元の木阿弥じゃなくて、こうやって情報と付き合っていきましょう。そしたら次の時代はきっと安定感のある時代になります。